だから先ほどね、弱く生まれた、弱くっていうの私もそうなんです。だからそのね、まずかったのかもしれないけど、虚弱の親三代で弱いうちに生まれて非常に分かったから研究しました、健康のことも非常に。だからおっしゃるように問題があるのは課題だから、悩みじゃなくて解決することだと、先ほどのお話響きました。さてそこでどうでしょう、地球環境、世界平和、その前に一回実際は少年期の館長はもう私に質問したことがある。なぜ今少年期の中にあのそういうの、例えば内面の方の鍛えられる技術を私だけ、持てる。今なぜあなたは他の国を選ばなくて日本に教えるの。私はこういう答えだ。ただ褒めるは意味ないよ。歴史から見て実際日本は世界一番伝統を守るできる国です。例えば密教でしょ、禅宗、あるいはいろいろの武道、そうでしょ。他の話はラーメンでもおのん茶でも非常にいい形で、もし実際当然に仕事の関係でアメリカとか何かもうよく知ってます。これは実際そっちも分かる。アメリカたくさんの、いやあるいはヨーロッパの友人、アメリカもっと広いで、あなたのその能力を日本そんなに狭い、そっちに、いや私は決めてることは、簡単に変わらない。だから初めてこれは一つと、もう一つはあの日本はと今の現状として、私来るときにすぐそのもちろん前にもやっぱり日本の場合は東洋と西洋両方は持ってる。だからある意味話は最先端の最古いの東洋、最先端の西洋は日本まるでそういう発信みたいなようなの立場で私非常に感じられます。私は実際はもともとの趣味としては古いの伝統的なもの、でも私今回の専門としてはさっき話の中国の、あのもちろん世界で一番目、実際どういうふうに各分野の最先端の人、将来はその分野科学技術すべて人の人を育てる。だからその時に中国は非常に立ち遅れる。日本とアメリカとかドイツとかそういう国全国に派遣してですよ、応用技術短い時間で世界のトップの技術近づきの、だから当然に一番強いトップの人、そういうの。だから専門はちょうどせいよ、でも自分の心と小さいから習ってれば東洋。だから少林寺の1500年のものはもう一つの特徴はある意味話心と体両方は一緒に、ただこっちを教えるものは多分、いや少林寺君もさっき話、少林寺君もここあの訂正、少林寺君は日本のこっち全く違うで実験のものですよ。もし言うはなぜ少林こっちを知るものはやっぱり少林寺はどういうようなもの、一つは世界の禅の総本山、ダルマ大師、日本ですごく有名ダルマ大師、なぜ有名、少林寺で9年面壁で禅は世界から広める場所はどこで、少林寺ですよ。皆さん多分武道の方もう一つ当然にみんな知ってる、中国の武術とりあえず最頂点は少林寺。もしあの例を挙げると心、禅は心静か、まるで水のような、逆に武道の方は特に少林寺は韓国日本の少林寺憲法と違うよ。みんな映画見てるジャッキー・チェン、ジェット・リー、ブルース・リーはみんなその理由ですよ。あれは肉体の非常に激しい頂点の身体能力、肉体と心両方まるで水と火のようなもの、そのものは一緒になると普通は消えるよ、途中消える、少林寺両方できる。だからそういうようなものは今の話は日本で皆さんこの技術両方持てるできる頂点レベルのそういうようなものは実際少林寺今回のコロナの騒動でね、いろんなことになってて、うちの長男が言うんですよ、老人なんだから、私のことで、82歳なんですよ、ね、そうすると確かにいやいや老人なんです。でそれで私は喘息持ちです、先ほど話題に出てましたけどね、そして肺がやっぱり弱いんですよ。でなおかつ深部静脈血栓症という病気があるん
そうしたらコロナさんの中でね、うん、突然死は血栓です、なんとかでは重症なのは肺です、うん、全部そちらで、はい、だからもう災いっていうか気やすい状態になってるんですよ、うん、ね、楽しくってしょうがない、うん、いや、それは本当にすごく重要な、精神の面で乗り越え、人間の精神は心は実際力あるんですよ、うん、本当の力、同じく忙しく猛烈にやってます、うん、睡眠時間も本当に平均したらね2時間半ぐらいでしょうかね、うんうん、もう夕べ寝なかったでしょってうちの会社のねも言うんですけど、もう寝る暇なかったのよねって感じで、起きたっきり老人って感じですねでも立てこもっちゃってますけどね、でその私が今あのパソコンをようやくこちょこちょと、ようやくこの間 Mac を買ってね挑んでます。 Windows だったんですけど両方やらなきゃ分かんないかなっていうところもあって、ですごい先生にお会いできて大変感動してます、感謝してます。で要はこれ1回で地球環境どうかなるんでしょうかっていうのを、そうですね、1回じゃないですか、重ねながら深くにね、あの種もね芽も出て花も咲いてっていうふうにきっとなるように人育て、いかがでしょうか、やっていただけませんかね。はい、また楽しみにしてます、はい、ありがとうございました。ということで、じゃあ、はい、もうね、2時間もあれば、はい、ちょっと皆さん、あの、はい、MC もらって、ちょっとこれで、じゃあ、はい、出てきてくださいね。じゃあ、後ろに立ってもらって、あ、これいいです、そうです。はい、そうですね。はい、後ろ、はい。